光秀、このたわけが死ぬれに言うたが、今に目覚めよ。彼は夢を見ていた。幸せな夢であった。織田家の者として思うがままに殺戮を重ねた日々。時に腹心、時に魔王代行。しかしそれらはもはやただの夢である。そっとまぶたを持ち上げた時、そこは深い沼の中。転落した身を救ったねっとりと柔らかい土壌は、同時に手放した者との再会が困難であることをも示していた。私は明智光秀、誰よりも人の生き様を求める者。人と名前。いるのです。隠れていないで出てきてください。あなたが見ていてくれなければ、私は怖くて先に進めない。おいたわしや信長公、私が必ずやあなたを見つけ出しましょう。信長公、なぜこの指先から遠ざかるのです。私が一体何をしたというのですか。気づけたのは私が違うということだけ。あまたの視線がそう物語っていましたか。歪んだ喜び以外知るすべを持たなかった。
それだけだった。お叱りをください。あなたの声を賜りたい。えぐり朱色に染まった声を咲かない憎悪にたぎるあなたと、もう一度やり直したい。あの時知り得なかったあなたの心を今一度。我らに名前はない、我らに懺悔はない、故にお前にも何もない。そうか、違うか。やればわかる。時はあるのだ。日はすでに落ちている。印を、あの方を知りませんか。あれがなければ私は落ち着けない。悪鬼か。悪鬼だな。ああ、迷い出た地底の子。私は人間です。どこにでもいる珍しくもない、ただの人。人だと違うな。人は印を愛さない。死が欲しい。殺さなくては物足りない。健在かならば傷つけ。それでいい。初めからそうしろ。お前は我らも及ばぬ死神なんだから。
そう。ああ、そうか。私は結局人になどなれないのか。私は。どうか情け、私殺してください。ケイはなぜ死を求めたのかね。私は愛されたい。私は慈しみたい。私は微笑みたい。私は人になりたかった。それが叶わぬこの世に未練などありません。さあ早く焼き尽くしてください。お断りしよう。なぜです。刑の中に逆には惜しいものが見えるのでね。見ていてください。信長公、この私姫橘が今おそばへと参ります。諦めたまえ。人の身でたどり着くのは不可能だ。私は人とみなしてくれるのですか。元来はね。ケイは気づかなかったようだが、人になり損ねた理由、まあ簡単な話だ。知らなかったからだよ。己が人であること。私はもともと人間。人を目指して砕けた人。とんだ喜劇だな。ケイはその程度たやすく気づくと思ったがね。私はああ、信長公お聞きになりましたか。ケイは人ではなく魔物でもない。壊れたものに語ると無駄な熱だったな。
さて、名もなき残骸よ。名前なら私は明智。違うだろう。壊れたものに名称など不要だ。そうだな、やはりこれがいい。 K からは名前をもらおう。魔王を討ち取りし英雄、明智光秀の名。時の流れに取り残された逸話上の宝、この手の上に飾る価値はある。これで K にはもう何もない。もう人にもなれはしない。這いずるもよし、朽ちるもよし、 K が選んだそれこそが真理。ではさようならだ。キリがないものですね、信長公。いかにあなたの力が強大であろうと、すべてを焦土と化すにはまだまだ。ぬるいは光秀。あの天の海から眺めれば、下天など小さきものぞ。まして我が座するはその遥か上。焼き払うのに何ぞ労苦があろうか。天の海。つまらぬ懸念はいらぬ。貴様はただ殺せ。いいよと、貴様自身が望むままにな。はいはい。怪我してるの？それじゃあお腹が空いているの？君は誰なの？私は
私は